こんにちは、さよさこころです。今日は千葉県の貝塚にやってきました。ここはゴルフ練習場です。なぜ今日ここにやってきたかと言いますと、私のねドライバーをね7年前に作ったんです。ここで実は、はい、その方に会いに来ました。まあまあオープニング長いのもあれなんで中に入ってみたいと思います。今日は私が何年前にお世話になりました、はい、金松さんのところにやってきました。時間が経つのが早い、ね、早いですよね。だってもうゴルフを本当に始めたばっかりっていうか、まだ3年目とかで一生懸命やり始めて面白くなってきた頃だもんね。 それがね、未だに使ってることになる。それがもうあのエポン、もう皆さんも多分動画で見ててまた心じゃエポン使ってるよって思ったと思いますけど、だってさ、モデル的にあれ今あるんだっけ。あります。だってこれさ、今152でしょ。はい。でこの後に153が出て、はい、で今これがまあ155だから、おだからもう前の前、前の前。あ、でもまだそんな感じなんですか、うん、エポン自体がそんなにモデルチェンジが頻繁に行うわけじゃないから、2年とか3年とかはかかるので、まあでも使ってるね。使ってます。でもここへこんでる上も、ここ上もへこんでるで、なんかもうここが多分もう薄いんじゃないって言われてて、みんなに、うん、まあそれは金属疲労は減ってはないから、そういうのは起こらないから、多分曲げてもないから全然まだ現役で大丈夫。まだ現役大丈夫か、うん。でもこんだけ愛されて使ってくれたら本望だね。金松さんにフィッティングしてもらったこれがもうは、うん、離れてくれない最終的に、はい、もう最終的に私の手から手に戻ってきてしまう、うん、やっぱ金松さんってやっぱフィッターさんの中でもこう変わってるよね、ちょっと、はい、自分で言っても変だけどフィッティングの仕方もそうですし、うん、まあ、場所も、うん、千葉の貝塚の、うん、っていう、なんか結構遠くにすっごい田舎だよ。フィッティングで花松さんこだわってることとかってあるんですか。フィッティングって難しいんですよ、うんうん、あの捉え方が、うんうんうん、で多分ほらよくフィッティングを洋服と例えて、はい、洋服もフィッティングして自分の形に合ったものを着るといいでしょみたいな言い方するんだけど、ゴルフクラブの場合って感覚も結果もずっと一緒じゃないじゃない、うん、だからイメージ的にフィッティングイコール自分にぴったりのクラブが作れると思われちゃう。お、確かにですよね、はい、もう本当に完璧なものみたいな、うん、そうそうそう、合うもの、合うもの。でも自分はもう極論で言うとそれが不可能だと思ってるので、おフィッティングをしてもどんなすごい計測器を使っても、はいはい、ぴったり合わせるっていうことは不可能だと思っていて、こんないっぱいクラブの中でも難しい、うん、難しい、絶対、うん、逆に自分は無理だと思ってる。なので、イメージ的に言うと使う人が使いやすいクラブをアジャストしてあげるっていう意味合いの方が強いです。おー、だからその使いやすいクラブっていうのが、はい、例えばうちに来てくれるお客さんの中でも分かってる人と分かってない人もいる、うんうんうん、例えばプロとかだと自分はこうしたいっていう自分のスイング的な部分だったり、はいはい、球質のイメージとかも明確になってるからいいんだけど、一般的なアマチュアの人だとそれもない人もたくさんいるから、だからどういうものが自分が求めてるものなのかなっていうのを探すところから一緒に話してる。どういうボール打ちたいかとか。そうそうそう、だから例えば、レッスン受けてる人とかだったら、はい、先生にどういう打ち方最終的にしたいのか聞いてきてとかっても言うし、うんうんうん、だからそれって自分がこういうふうに打ちたいっていう時にゴルフクラブ道具だから使いやすくなきゃいけないじゃないですか、うんうん、だからそれを探してあげる係みたいなイメージの方が強い。だからここでこの田舎の練習場の中でやっている理由の一つも、できるだけそのコースで打つ環境と同じようにしたいんですよ。だから、ね、理想はゴルフ場のティーグラウンドでできたらいいし、フィッティングをね、うん、アイアンだったらセカンドショットのとこでやれるのが理想なんだけど、それって不可能だから、そうですね、だからじゃあせめて打席が外で
着弾点見えて、うん、広いところだとまた近くなるじゃないですか、そのコースで打つ感覚と ね。だからそういう環境が欲しくってここでやってるんですよ。だからまあ店の中にも試打席あるけど、じゃあここはほとんど使わない、使わない、自分がちょっと遊ぶぐらい試したりし、だから例えばほらインドアで打ってる時と全然違うでしょ。全然違う。もう数値といい、うん、なんか自分はすごいボール打っても、うん、なんかまっすぐ行ってるとか結構あるんですよ、うん、え、今ここに当たったよなみたいな、うん、だからそこがねフィッティングの難しいところで、どこの部分にスポットを当ててフィッティングしてるかっていうのが みんなが違うっていう話じゃなくてね、それがみんな違うから、例えば計測器を使ってインドアでやってたらそこのところのデータでいいものとかを探していきたくなるし、だからそれはねもう絶対間違ってない。そうなんだ、うん、今例えばドライバーが飛ぶようになりました、はい、アイアンも飛ぶようになりました、はい、フェアウェイウッドも飛ぶようになりましたっていうのは全部そこの解析がすごくできてきたから、スピン量とボール初速の関係だったり、あとはまあもっと細かく言ったら、ね、トラックマンでもフライトスコープでもアタックアングルとかいろいろあって、多分いっぱい見てきたでしょ。いっぱい見てきました。でそれによってこういう結果になるよっていうのが分かったから飛ぶようになったし曲がらなくなったんだけど、どうその数字をどう活用するかによってまた導くものも違ってくるじゃないですか。じゃああそこにある数値は決して間違ってないし、間違ってない飛んではいるんですか。いる、その条件下では。その条件下では、うん、だから難しいのが、はい、インドアで測った数値のスイングが、例えばコロちゃんだったら、うん、コロちゃんがアウトドアで打った時に、うん、同じような気持ちで、うん、同じような力感で打ってるかどうかっていうの、打ってないまずそこの差があるのね、うん、で多分そのインドアでやってるフィッターさんたちもそんなのも百戦錬磨なの で、そうですよね、うん、みんな見越してじゃあきっとこうなるからこういう風にした方がいいよってやっていくんだけど、自分はその環境できるだけ近くにしてまずやってるのが一個と、さっき言ったみたいに数値だけじゃなくてその振りやすい方を優先してる。なるほど。これ作った時も、うん、私の振りやすさで作った感じですか。うん、クラブの振りやすさっていろんな要素が絡み合ってるんだけど、はい、一つは当然シャフトの重さと長さ、うん、あとはどのぐらいどこでしならせるかっていうのがすごく大事になるから、そこの部分でこれになったっていうところかな。ヘッド的に言ったら正直言ってこれすごく奇抜なヘッドじゃなくって、はい、よくほらあの自分のもう雑誌なんかでクラブのこうフィッティングシートとか作った時にこうチャート作るとよく飛びとか方向性とか五角形作ったりする、うん、こういうの作ったりするでしょ。あれでやったらこれ全部綺麗な正五角形がこうやってちっちゃくできるようなヘッドの、ちっちゃい正五角形、うん、あれどこにも飛び抜けてない、ないやつ。へなのでこの1号に行ってこのヘッドは、はい、見た目のシルエットも含めてすごくその意味、そういう意味ではバランスが取れたヘッドを選んでるので、なんでかっていうと当然始めてほらこれから好みがいっぱい出てくるから、最初の時にあんまり変な使用するクラブを使うとそれが引っ張られちゃうんで、うんうんうん、でオーソドックスなものにしてあげたいなと思ってこれにしてあげる。へえ。で多分振りやすいと思うのはそれがまあ違和感なく構えられるっていうのがまず一つと、あとはシャフトの方かな。シャフト、うん、ファイアエクスプレス、ファイアエクスプレス、これまあライト45ってまあ 40g 台で、うん、意外どうなんですか。シャフトの特性的にとってもしなり量の大きいシャフト、へえ、いっぱいしなったシャフトっていっぱいしなる、いっぱいしなる、はい、いっぱいしなると必ず戻るじゃない。戻ります。同じ位置に、だから逆に言うと切り返した時に少し乱暴に動いても、うん、一生懸命戻ろうとしてくれる、うんうん、それの補正能力がすごく高いシャフトだですよ。うーん、なるほど。でもすごいしなる感じがします。ね、切り返した時にギュッてしなるでしょ。ギュンってなるもん、勝手に、うん、で、ギュンって走る、うん、そういう特性のシャフトで、なんでこれ選んだかっていうと、うん、多分こうコージャンフィッティングを受けてるとヘッドスピードあるじゃん、うん、あるって言われるんですけど、うん、自分の中では、うん、女の子の中で言ったら多分飛び抜けてある、うん、で、スイングもある程度できるから、どうしてもその数字だけ見ていくと意外と、うん、とハードめなものをチョイスされやすいし、はい、SR ぐらいまでは全然ありますね。でしょう、言われます、ね、はい、
で逆にそれがうまく打って自分がいいパフォーマンス出た時はそれが一番飛ぶのね。そうだと思う。でも、うん、持たないですよ。うん。なんかいろいろ。で、自分がフィッティングしていく時に結構大事にしてるのって、うん、何見るかっていうと、まずアドレス、うん、でどういうアドレスしてるか。なんでかというとアドレスによってトップでの、まあ、クラブの向きって、うん、変わる。変わるから。うんうん、まずそのアドレスからどういうトップに持っていくのかな、どういうふうにクラブをこう、例えばこれ見にくいかな、こうスカイに持ってて、はい、こうやってここの向きになってるとフェースここ向くじゃない、はい、単純にね、はい、でもこれがフックに持ってて同じ動きすると閉じてるじゃない、うん、だからアドレスからトップに行く間にどういう動きするのかなっていうのをそれでまず見るのね。あとは切り返した時にギュッて切り返した時にどのぐらいシャフトに負荷をかけられるのかなっていう、ここでギュッとこう負荷かけてシャフトをしならせられた方がここで力をグッて出しやすくなるから。で心ちゃんの場合すごく特殊なのが、普通スピードガードショットって、まあ、ここでギュッていっぱいしならせられるからそういう硬いものがいいよって言われるんだけど、硬いものを渡すと、うん、途端に自分がしなり始めるそうかも、うん、あのいろんなのあの時も打ってもらった時に、はい、触れるからっつって言ってちょっと硬いものを渡すと、はい、ここちゃん自身がここでジュッと自分がしなってきて自分がしなる、うん、打つからなんかすごい急になんかね、うん、重く感じるもん、なんだこれみたいな、うん、軽く感じていっぱいしなるものの方が上手に打つよね、うん、なんでですか、反応しちゃうんですか。うん、でもそこはね、もうみんな人それぞれの感覚、うん、逆の人もいるし、へー、結局気持ちよさは残したまんまで結果が出るものっていう風に探していかなきゃいけないんだよね。そうするとレディースよりはシャフトは硬い方がいいです、はい、でクラブも重たい方がいいです、重たい方がいいです、で長い方がいいです、スピード上げられるしね、はい、でも自分自身にはそれを感じさせないようなクラブがいいわけ。18ホールしっかり回るときに、うん、どうしてもこの子たちになっちゃった理由が、うん、なんかでも分かりました、うん、なんか本当いろいろ使って試したので、うんうん、だからまあこれ見てくれてる人たちも多分、うん、ね、ゴルフ好きな人だろうし、うんうんうん、いろんなフィッティング行ってると思うな。で数値もまあ、今フィッティング行くと、まあ、100% に近いぐらいデータ見せられるじゃないですか、はい、これは初速がどのぐらいで、はい、打ち出しこんぐらいだから、はい、で自分のクラブもきっと持ってってそのクラブとの数値比較も出ますよね。なんだけど一番大事にしてほしいのは自分が振りやすいか振りにくいかとかの感覚の方、数値が良くても無理する必要はない、うん、ない。あ、金丸さん何人ぐらい作ったんですか。わかんない、計算したことない。一番作ったのは何なんですか。ドライバーですか、やっぱり。でもやっぱりね、自分の場合セットになることが多い。あ、結局だからドライバーから始まってとかアイアンから始まってとか、最終的にだからゴルフはまあトータルで考えさせてもらったりすることが多い。そうなんですね、うん、まあ、で当然ほらうちで扱ってるものじゃないものの方がいい人もいるのよ。まあ、ほら自分お店では要はパーツブランドで作るでしょう、うんうん、でも例えばテーラーメイドがいいよとか、うんうん、ブリヂストンのこれの方がいいよっていう時はそれ買っておいでって言って、まあ組み合わせてみたいな、まあ、それでやって使っててどういう結果になるか教えてっつって言ってやっていったりすることもあるし、逆にあの初めてのお客さんだと最初に全部作ること絶対しないし、1本ずつ、うん、だって分かんないもん。そうですよね。だから例えばその中で今使ってるセットの中で一番ずれてるものだったり重要度が高いものを最初に1回作らせてもらって、それの結果踏まえて調整必要だったらそれ調整して、で順番に広げていくってやり方をするので、大体まあ高い人半年とか1年とか、へえ、あ、これでやっとできたねって言ってもう1年経ちましたねみたいな人もいる。いやでもね、そこを見つけるのってもう本当究極のフィッティングですよね、うん、もうだって一つ一つそうダメだダメだって言って揃えてってみたいな、うん、なん
かスイングってもう10年もやってて体に染み付いてるはずじゃないですか、うん、だから何持っても同じように触れると思ってるんですよ、うん、やっぱ違うんですよ、ね、視覚的に例えばこうそこから見てるとこうの方が分かりやすいのか、うん、こうやって会った時にまあここ見てる人とここ見てる人とここ見てる人っていろいろいるんだけど、例えばこの形がさ、これまん丸じゃない、まん丸、まん丸だとこうやって引きやすいけど、これがもし構えた時にこうやって向いててこっちにボリュームがあったらこうやってインサイドに引きたくなるじゃん。目で見えてるところの底にこうやって引きたくなる。逆にこうやって見えてたら外にこうやって上げたくなる、うん、へえ。で重心ってこのほら、まあ、中にあるから、でそうやって動いてここで感じ、自分でまた感じてきて反応してくるから、だからね同じにできないんだよね。できないんだね。そうだね、一番ね正確なのはね自分の感覚。だって人間の五感の感覚って一番鋭いじゃん。はい。じゃあやっぱり、じゃあこれから先もフィッティングしていいって言われるものよりも、うん、これ振り心地がいいっていう感覚を、うん、だから大事にして見つけてたもん、うん、数字も大事にしながら、うん、自分が振りやすくって、うん、数字が、うん、と適正になってるものがいい、うん、あとは自分が例えば飛距離をすごく大事にしてるのか、うん、曲がらなさを大事にしてるのかによっても、ね、目標数字が若干変わってくる、ね、見てくれてる人が、はい、ぜひいいデータに対して追い求めないで、はい、一回いいデータとミスした時の幅の少ないクラブにしようとか、おなるほど、さっき言っただからデータの見方の見方ですね、うん、で曲がらないクラブを欲しい人だったら逆にスピン量がちょっと多めのクラブを探してあげようとか、うん、だから習ってる人だったら先生に最終的に、例えば長いスパンで習ってるとしたら、ね、はい、最終的にこういうスイング作ろうと思ってるからこういう風に今教えてもらってるんだよとかっていう話も聞きながら、うん、クラブ変える時には先生にもちゃんと相談した方がいいし、うん、例えば捕まりやすいクラブを使った方がいいのか、そうじゃない方がいいのかとかね、うん、そんなこと聞いたことなかった、ちょっと聞いてみよう、うん、で先生があのあやふやなこと言ったら、あ、じゃあこの先生はあんまりクラブ詳しくないからあのじゃあどういうスイングをあの教えてくれようとしてるのかなっていうのをクラブ相談しに行った時に、いや先生こうやって打たせてようとしてますって言ってあげると、そうやって動いた時にまっすぐ飛ぶクラブにしてくれる。へえ、おもろい。だってそうじゃん。だって例えばさ、でもスイング作ってる時そうですよね、うん、スイング習ってる時にさ、今のいいスイングだねって言ってドライバーが右に飛んでったら嫌でしょでもさ、そうするとさ結局面白くて、ゴルフクラブ、自分の持ってるクラブで一人で練習してるとね、自分の持ってるクラブでまっすぐ行くように打ってっちゃうんだよ。自分の持ってるクラブで、うん、そうね、そうですね、うん、あ、うまくね、うん、だからスイングじゃなくてね、うん、結果に対してドライバーに合わせた自分がスイング作っちゃう。そう、ですよね、調整していっちゃう。だから、うん、だから習ってる時は先生にどういうスイングをさせたいのかっていうのをちゃんと聞いて、その時にそのスイングをした時に例えばまっすぐに飛ぶクラブにします、うん、うんと、それができなかった時に右に行くようにするのか左に行くようにするのかって分かってると、使ってる人も右に行った時には今先生に言われたこの動きができてなかったからだ、じゃあ次ちゃんと持ってやろうって意識するとまっすぐ飛ぶ、うんうん、そうするとそれを長い期間ずっと使ってると半年後1年後はスイング良くなってるはず、うん、そんな風にこう、そんな風に探してくれたらいいな探しましょう、そんな風にクラブは。あ、だからね、フィッティング行った時にね、うんうん、上手い下手関係なくどんどん自分の思ったこと言った方がいい。なるほど。あの、私割と言ってるんですけど割と言ってるんですけど、ね、割と言ってても伝わらなくて出てくるものが自分が納得しなかったら検討しますって言えばいいだけ、うんうん、買わなきゃいけないわけじゃないし、そうですよね、うん、いいものいっぱい見たり、はい、ダメなものも分かってないと何がいいかも分かんないじゃん、はい、うん、だからそれもねどんどんだった、例えば白貝だったり、うんうん、そういうのも含めていっぱい自分の中でいろんな感覚入れた方がいい、うん、でそれ入れるときには無理にまっすぐ打とうとしちゃダメです、うん、皆さんその時はどんどん曲げるぐらいっていうか、まあ、うん、いい気持ちで振って、そう、自分のタイミングで振って
ダフってダフったら、どう打ちにくい。ダメって。って言えばいい。合ってないって。うん、なるほどね。よく、まあ、日本人の人はとても性格がみんないいので、自分を変えてまっすぐ飛ばした後に、これこうですねっていう人が多い。でもそれって自分の打ち方じゃないじゃん。うんうんうん、だから1球目でダフったら、2球目もダフったらダメ、これ打てない。自分の打ち方に合ってない。合ってないって感じで、あくまでも自分が主役です。うん、だから、うん、フィッターさんの優越とかじゃなくて、その感覚がうまくこうリンクする人が早く見つけることで、いい、あとだから喋りやすい人ですね。なるほどね。だってほら、分かんないしさ、初めて来たお客さんがどういう感覚なのか、はい、そういうやり取りしてる中で、あ、この人ってこういうの渡したらこういうことが返ってくるんだなっていうのが2人の中でこう、うん、一つの語、まあ、言語的に出てきてくるから、多分言わなきゃだめ、ね、どんどん言おう、うん、あのみんな言ってください、本当に言わないと渡してる方も手探りになる。そうですよね、うん、だってその人もね、その人に合ったクラブを見つけたくて、うん、来てるんだ、一生懸命やりたいけど、なんかうまく打っちゃったらそう言うしかないですもんね、うん、打てなくてもいい、いい、全然、だからそこは自信持って、うんうん、こうですって教えてもらった方がいいです。面白かったで、鹿俣さん、はい、なんかせっかくだから、うん、あ、ないですかね、7年ぶりぐらいに。いや、だからこれちょっと、ちょっと合いそうな、打ってみてほしいな。ちょっとじゃあレンジに行きませんか、うん、155で、まあこれファイヤーのちょっと一番新しいシャフトなんだけど、こっちのがね一番スピード感が、補正能力、まあこうやって見るところこうやってしなるの分かると思うんだけど、はい、しなる量がしっかりあって補正能力高いシャフトだから、でなおかつちょっと初速出しやすいんで、打ってどんなフィーリングになるか、ちょっとあっち行きましょう。はい、レンジに行こう。